お待たせしました。福岡ソフトバンクホークス対ここで打席にはアルモンテが入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制打ちました。セカンド取った、アウト、素晴らしい。バッターボックスにはアルモンテが入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ1点でも得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。ノーボールツーストライク、低め外れています。さあ勝負してくるのか。中に打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、バッターランナーは二塁でストップ。これから5回の裏、ソフトバンクホークス打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはアルモンテ、先ほど打ちました、いい打球だ、ライト、そのままスタンドに入りました。バッターは3番アルモンテ、先ほどの打席でソロホームランを放っています。フォアボールのランナーが出ています。打った、大きな打球になった、真ん中を破りました。バッターランナーは2塁到達、チャンスを広げていきます。打順は3番アルモンテ。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。ファウルになります。ワンストライクです。あっという間にツーストライクです。次が3球目、ここもファウルです。空振り三振、ランナーは動けませんでした。ツーアウトになりました。今日は見事な完封で白星を挙げ